貸し切り委員会から申し上げる。東京オリンピック反対する。宇都宮特番だっけ、宇都宮なんとかっていう変な小柄な爺さんがいたな。東京都知事選に連戦連敗、また出たろこいつの。しかしながら奴らが今更なってだよ、今更になって東京オリンピックで反対署名を。じゃあ今まで1年前言ったかそいつ。言ってねえじゃん今全然よ。急にここのところ世論が7割ぐらい反対って言ったことを 見据えて、じゃあここで反対言ってその中で俺が先頭に立てば目立つんじゃねえか、次の東京都知事選に俺また目立つじゃねえかって言った、こそくな考え。いいかい、みんながそういう雰囲気だからでしょ。みんながみんな我々の葬儀において尻馬に乗るというやつ、そういうものが一番当てにできないし信用できないし一番俺は嫌いな人種なんですよ。いいかい、みんなの中にいれば自分自身が責任が自分自身問われない。だって僕はみんなと言っても同じなんだもん。多勢に無勢冗談じゃねえよ。そういうものに対して一番姑息無責任、そんな奴らが宇都宮はじめとする与党も野党も革新も保守もみんな入れてはいけないんでしょ。みんな奴らはよ、やる気悪いじゃないかよ。青山同士も言ってた、今のコロナ問題何が問題なんだ言った全体よ。今さらコロナを撲滅できるのか、撲滅できんのかよ。できるわけねえじゃねえかこんなのよ。そうだろ、どうやってやるんだよ。ワクチンだ、関係ねえよ。こんなのワクチン打ったって死ぬ者は死ぬんだよ。じゃあ菅にあたりにウイルス説明してくれって言ってんのかよ。言ってねえよあんな野郎にはよ。いいかい、尾身先生に対しても尾身先生に対してもよ、ウイルスなんとかしてくれって言ってねえよ。しかしながら一番必要なことはこのウイルスに対して国民に安心と安全をどうやった形で訴えていくかでしょ。国民に寄り添って俺も頑張ってるぜ、俺に任しとけ、このぐらいの覚悟と持って勇気を持って国民の前に出るということは、これが一番必要じゃありませんか。国民はそれを見てるんだよ、それが欲しいんでしょ皆さん。なぜいわゆる非常事態宣言でここまでみんなそっぽ向いてるのか。非常事態宣言の効果がない、もちろんそれもあるけども、おめえに言われたくねえだろ。要は菅、おめえにそんなに言う権利があるのか、みんなそう思ってるかじゃねえか。おめえ自身何やってんの聞かれるわよ。僕一生懸命やってますなんて言ってきたらよ、一生懸命やったら当たり前だろ。こんなのよ頑張ってますとか当たり前だろ。こんなのよ、それどうやってやってんのかだろ。どうやって本当に一生懸命国民の前に向かってこうだって言ってるのやってるのか。じゃあ自分自身はどうなんだ。何回もこれもさっきも首相官邸まで行ってきた。